イオンモール富士宮は静岡県富士宮市にあるショッピングセンター。2001年の開業当時及び現在に至るまで富士地区における最大規模の商業施設である。中心市街地に設けられた大型店であることが特徴であり、富士地区では唯一となるシネマコンプレックスの導入や増床を経て敷地面積、商業施設面積が6万平方メートルを超える。 商業施設となった。大規模小売店舗立地法における届け出自店舗面積で見た場合、開業時の東 SC で二万三千八百五十五平方メートルであり、その後の増渉で三万六千三百六十2平方メートルにまで拡大した。東商業施設が立地する土地は、大見県市富士宮工場の跡地であり、平成十年には民間都市開発推進機構が、 工場跡地を買収している。その後、大見県市が土地を買い戻し、イオン株式会社が買収した。買収額は土地が62億5000万円であり、建物は24億円であった。拡張にあたっては、開発整備促進区が導入され、従来は、用土地域上、工業地域であった土地に、商業施設、道路、公園、公共空地が混在する。 商業拠点地区へと生まれ変わった。敷地内にはビオトープが造成されており、ショッピングセンターの寄付基金等で管理されている。イオンスタイル富士宮を各店舗、野島ユニクロを準各店舗として、約105の専門店テナントが出店している。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを営業時間よび ATM を設置する金融機関の 詳細は公式サイト、営業時間のお知らせを参照。3階に所在する、イオンシネマ富士宮は、ロックスクリーン909席を有する富士、富士宮地区唯一のシネマコンプレックスである。イオンシネマズ株式会社の運営によって開館した最後の劇場であり、当初から 3D 上映にも対応している。なお、二千十三年七月一日に運営会社の合併に伴い、 イオンエンターテイメント株式会社の運営となった。トーモールで買い物をした客は、購入金額に応じて、乗車補助券が配布されるシステムがある。この乗車補助券は、宮バス、芝川バス、宮タクで使用ができる。鉄道路線バスグー、バス自動車イオン、富士宮ショッピングセンターに関するカテゴリありがとうございます。